なんだてめえ。見ねえ面だな。ここから先はあのノートン様の縄張りだ。命が惜しかったらさっさと蹴んな。僕は別に争うために来たんじゃない。ちょっと聞きたいことがあるんだ。ここに小さな男の子が来なかったかな。それだけを教えてほしいんだ。男のガキ？ああ、ノキアのことか。確かに来たぜ。ノートン様に会わせろとか、なんか返せとか、バカなこと言ってやがったっけな。それで、ノキアをどうしたんだ？心の優しい俺様は、頭の悪いガキの望みを叶えてやったさ。今頃はノートン様が、あのしつけの悪いガキを再教育してくださっているとこだろうぜ。なんだって？大体ノキアもバカなやつだよな。ノートン様に逆らったって何もならねえのによ。それならいっそあの人の部下にでもなった方が何倍も賢いってもんだ。まったく、あの親にしてこの子供ありってとこだな。バカは遺伝するのかね。お前、おうっ、ここは通行止めだと言ったはずだぜ。あのガキんとこに行きたきゃ、この俺を倒してからにしてもらおうか。最低なやつだな、お前は。なあ、ゲール、頭がいいって言ってくれよ。来たな。楽しかったよ。少しは慣れてきたみたいだな。ノキアはこの中に捕まっているのか。早く助けてやらないと。